あっぱれ、やってまーす。こんばんは、極楽とも加藤浩次です。極楽とも山本圭一です。スピードワゴン野沢和弘です。 ABCG 河合文人です。池田優子です。イコールラブの大谷恵美里です。ね、先週は僕ら休ませていただいて、そうでございます ね、小沢さんは先週いなかったんですけどね、はい、ああ、そうでございますよね、もうなんかもうすごかった。さらばの2人と、はい、さらばの2人と私たち3人、はい、基本半分ぐらい、うん、あの森田さんの合コンのやり方を、うん、合コンみたいな、合コンラジオになった、はい、合コンラジオ、なの合コン やり方って合コンはミミは知らなかったんで、うん、はい、あ、合コンを知らないって何、合コンってどんなことするんだろうみたいな、あ、そういうことか、はい、でこういうことするんだよっていう、うん、ゲームとか教えてもらって、はい、時代によって違うのかもしれないですね。いや、変わんないんだと思うよ、合コンって結局。あ、そっか。いや、俺だから今日ね、ちょっとね、あの歴史の、合コンしてきたの、違う合コン前の仕事で、ね、歴史のちょっと先生の縄文時代の、はい、縄文人とかの話の研究されてる方で、はい、あの方だよ、9億集めたっつって、なんだっけあれだ、科学ですか、え、あの上野の科博、そう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 、はい、科学、うん、国立科学博物館、はい、の、うん、館長とは喋ってたんだけど、あらあら、だから池田さんだけで9億集めたらな、すげえ話題になったじゃん、そう、はい、クラウドファンディング、すごい、いや、それずっと喋ってた、はいはい、で印象的だったのが、うん、この縄文人って我々より、うん、こうちょっと知能が少ないような感覚っていうか、うん、言語とかもね、今のところないだろうし、うんうんうん、思うでしょ、思いますね、え、違うんですか、脳の大きさも、あ、弥生人になってか、弥生人になってもう脳の大きさももうほとんど変わんないんだって。ただ我々は生まれてきた時に文明がもうあって、うん、ね、生まれた時にテレビもある、うん、ラジオもある、うん、でいろんなものがあって、電気もある、逆よし行くぞですね、テレビもあって、ラジオもある、全部ある、車もいっぱい走ってる、俺は東京にいるだろで生まれてるから自分らが勝手に進化してると思ってるんだって。なるほど。で脳とかの大きさとかに比べたらそんな関係なくて、その当時の人は何もなかったから、ちょっとずつそれを開拓していくわけよ、情報自体がなかったからってこと、うん、そう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 、あれば理解力は一緒だと、そういうことなんだよ。だからそこまで進化なんかしてないって、進化っていう言葉は使いたくないって言ってたの。ああ、いいですね。縄文人とか弥生人に愛情あるのか知らないけど、でそれを聞いて、あ、なるほどなって。よく言うじゃない、あのなんかどっかの壁画とかにさ、すごい昔の人の壁画とかに文字とか書いてくると、うん、あの今の若者はな、お父さん言ってましたよね、うん、今の若者はどうだって書いたりしてるって、だから変わってないんだよ、うん、結局変わってない、変わってないのよ、進化してると思ってる、江戸時代だろうが何だろうが、うん、勝手に自分は進化してると思ってるだけで、うん、一緒なのよ、うん、文明が発達してるだけで、って考えたらよ、って考えたら、考えたら、はい、あの弥生人から合コンやってる、やってないよ、なるほど、繋がった、お酒がお酒がないんだから、やってんだよ、やってる可能性あります、絶対やってるよ、やってる、これが伏線回収だ、ある、うん、絶対やってる、だからたかが10年20年俺らがね、うん、あの合コン離れてても何にも変わってない合コンって言葉ではないかもしれないですけど、はい、やってるってことですよね、たわむれね、たわむれはってたわむれ、じゃあ江戸時代は江戸時代で将軍ゲーム、王様ゲームとか、うん、なんじゃない、それは、うん、徳川の言うことは絶対、うん、絶対それっぽいのがあるのよ、それっぽいのが、うん、やってましたね、絶対やってたから、ボキューみたいなの持ってきて、木の枝に番号書いて、うん、そういうもんなんだと思うよ、うん、なんかすごい自分らが現代人ですごいと思ってるだけで、進化してると思ってる、進化してると思ってるだけで、違うんですね、うん、変わんないな、求めるもんは、それを大谷やったことないっていうのはやっぱ寂しいな、これはね、経験しといた方がいいんじゃない、でも話聞く限り、うん、私も苦手なやつだなって思いました、なんかみんなで遊ぶ、うん、ワイワイ遊ぶ、で男の子が隣座ってさ、うん、え、ご飯食べてる、飲んでるとか
すごい話しかけられるのもめんどくさいんですよ。めんどくさいです。だから向いてないなって思いました。アイドルとして100点のことです。でも本当にガチで私の性格的に合コンは向いてないなと思いました。40過ぎてバカするの怖いですね。一番厄介なやつよ。厄介なやつよ。年取ったから限度が分かんないですからね。そうか、若いうちにやっといた方が。そうですよ、若いうちにやった方がいいですよ。30、40になって多分急に、しかもお金も持ってるから、はいはいはい、一番怖いパターンです。やばいね。やばいですよね。うん、まあ、そうね。何を詰めるんだいって言ってるよ。全然想像できない。40ぐらいだったらどっかで来んだよ。どっかで来ますかね、うん、みんなじゃあ経験した。むちゃくちゃ。それはそうよ。言い方悪いけどむちゃくちゃしてたよ、うん、あ、そうなんですか。むちゃくちゃしてたよ。そんなこと言うとほらヤバさんしてたでしょ。それはもうあのタタね、タタむちゃくちゃなしタタやってたよ。もうなんかわけわかんなくなってたもん。もうやりすぎて、やりすぎて、やりすぎてわかんなくなって、わかんなくなって、うん、前も会ってたんだとかありますね。あ、そのパターンも、そう、もうなんかもうわけわかんなくなってたもん。ずっとフルフェイスのメット外さなかった時とかあるもん。バレたくないから。いやいや、全然俺だってみんな分かってんだよ。もう分かってて、ボケが2周しちゃってる。ボケがもう何周してもわけわかんなくなってんの。いろいろやりすぎて、うん、で周りとか笑うじゃん。酒飲む時で顔かくあのシールド、うん、シールドえ、それ受けるんですか。いや、それ全然受けねえよ。全然受けねえよ。男子がクスクス笑ってるから。なるほど、そっか、いろいろネタを仕込んでくる。俺だって抱えきれない花束持ってったりとか。いや、まあ、ボケとしてね、はい、で花束持ってって、あ、今日来る途中すげえ綺麗な花あったから買ってきたけど、なんだもっと綺麗な花あんじゃんって女の子に言ってその花束捨てるっていうことから始めるんだもん。それやるよね。そんな若いからそんな当時ヤハギとかとよくやってたの、はい、分かるでしょ。ヤハギ、ネハギ、分かるでしょ。ヤハギとかとよくやってて、で何か芸人とかも来たりとか、うん、で女性陣とかコンパとかやって、一回これヤハギなんつって録音してみようぜっつって、うん、そこカセットテープ、当時カセットテープが付いてるカラオケの機械だったの、はいはい、でそこでカセットテープずーっとレックにして、みんな言わないでよ、うん、俺らだけしてレックにして、うん、で次の日、ヤハギカセットテープあるかっつったら、うん、聞くぞっつって、あいつ車の中でカセット入れて、ずーっと聞いてみたの、うんうん、何の実りもない話ばっかりだよ。そうなのよ。ダメなのよ。何にもないの。でもないと。で、ヤハギの二人で、ここには何もねえなってなって、そっから やらないようになって、すごい大変。気づいた。勉強だ。歌も誰も上手くないし。だからその場で聞いたら、うまいとか言って、おお、うまいなとか言ってたんだけど、うん、録音したので聞いたら、ただの素人の歌だから。そりゃそうだな。それをね、聞いてね、俺、本当になんかね、20代の後半かな、うん、20代の後半の時になんかちょっとずつ、やらなくなってった。我に戻った、ね。それ早いですね、20代後半で、卒業は。うん、俺は32でも結婚してるから。ああ、そっか。うん、だからその20代後半ぐらいからちょっとなんか合コン欲みたいのがすごい減ってったね。確かに。もうないでしょ。合コンはないですね。ご飯はみんなで食べることあるけど、うん、やっぱ僕とか徳井君本当にもう年齢なのか、じゃあまあみんなゆっくりしてきなよって先帰っちゃう。ご飯食べる時に知らない女の子いたりするの。全然ありますよ。友達連れてっていいところ、あ、全然連れてきてよって言って。俺知らない女の子ともう飲んでないわ。飲まないでください。知らない女の子は確かに加藤さん今飲むの危ない。知らない女の子が横にいるってないわ。よかった、安心しました。本当に知ってる子だな。でも誰かが連れてくる知らない人なんていうのはもう常にあった方が嬉しいと僕は思って。男女関係なくですもんね、小沢さん。そうそう、だから男でも、うん、あ、じゃあ後輩連れてっていいですか、あ、全然いいよって言って知らないやつとか、いや俺誰か知らない女性連れてっていいですかとか言われたら俺緊張するから嫌だよって言うよ。俺嫌だよ。ウブね。緊張するんですか。緊張する。めっちゃ可愛いじゃない。緊張する。いや、弥生人も緊張してたから。弥生人もね。俺が好きな人話しても全然キョトンとされても嫌だし。確かにもう。気にしてる。で、なんかもう20そこそことか来られても。あ、でもそれはもう本当にこんな言い方あれだけど、うん、20代前半の子来ると困る。え、それはあの怖いってことですか。
何喋っていいか分かんないんですけど、喋っていいのか分かんないよ。20代前半って言われても本当かどうか見極めれないから怖いですよ。だからなるべく老けてる人来いっていつも思いながら、うん、そこのジャッジが難しいから。そうそう、俺も娘になっちゃうから、うん、そうですよ、そう、そう、いくつの時言ったら、なんか、あ、うちの娘の、うん、2つ目かとかになっちゃうと、なんか早く帰ればだからこの加藤面接に来るような女性が飲み会に来たら、うん、もう君早く帰りなさいって言うから、いやいやいや本当に早く帰った方がいいよってへえ。ちょうど20代前半そのないけどね。あ、そう、俺はもう来てたらじゃあ小沢面接始めようかって言うけど、40代とやりたいな合コン。40代とやりたい。でももう本当に徳井さんとも話してるんですけど、今だった30後半から40ぐらいの方が我々は一番喋ってて、うん、危ないでかとかも知ってくれてたり、ね、そうノリが楽しいんだよ。ノリが合うんですね。ノリが合うので、めちゃイケ見てたって言われるのがすごいいい。ああ、なるほど。見てましたよ。はい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 、ちょうどそうですね。30代後半の若い子さ、うん、それたまに言うじゃないですか。僕なんかでも言われる子だって、うん、子供の頃見てましたって言われるの、うん、俺そんなおじいちゃんだった、うん、そうだよ。いやでもそうじゃないですか、今20代の子は。それそうだよ、なんか映画監督の人にこの間会ったの、うん、映画監督だからなんか映画監督ってだけでさ、もうすごい人ってこっちは思うじゃん、あの年齢も、うん、でも若い映画監督なんだけど、もう監督30代ぐらい、30前半ぐらい、うん、でも映画監督ってだけでもう自分より上って勝手に思っちゃうから、うんうんうん、その人が、あ、小沢さん、もう子供の頃ずっと見てましたって言われて、俺なんか嫌になっちゃったもんね。なんで？なんか、え、俺そんなおじいちゃん？いや、もうおじいちゃんだよ、もう。ね、白髪だしね。そうですね、30代前半でも4、5年前とかですもんね。そうだね。だって M1 に初めて出たのがもう21年前だもん。ってなったらやっぱ子供の頃じゃないですか。ね。いや、そうよ。それはもうしょうがないよ。しょうがないことなのよ。だから、山さんがすごいと思って、うん、あの、そうそうそう、ね、年齢差介護職できる、え、ね、24だぜ。え、何個違うんですか。31個。会話で、だからこの間もなんかね、向こうの同期の会があるからっつって、うん、でちょっと迎えに来てって言うから、うん、でまあ俺も何回か行ってんだよ、うん、でまあ向こうの同期の子っつって、大体まあ言っても25とか6とかそれぐらいの、行ってても30ぐらい、30も行ってないって、同期だからもうそれぐらいの子たちが、6、7人、うん、で俺がそこに行って行くんだけど、俺も一人で行くの嫌だから、うんうん、あの48の後輩を連れて2人でそこに行って、話が合わないかもしれないから、そいつと行ってもうずっと飲んでるっていう、若い子に囲まれる状態になりますもんね。そう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 、俺もだからあのうちの妻は俺のことを K って呼ぶから、うん、KKKK って言うから、その周りの子たちもみんな俺のことを K って呼び出してだから別に特別めちゃイケも見たこともないし、そうなんとなく見たことあるくらい、うんうんうん、聞いたことはあるけどみたいなのですかね。そうで、お父さんより大体俺の方が上だから、うん、そういうところにいますよ。でもよく行くな。確かに。いやでもだからといって俺無理だわ。だからだからといって全然俺なんとも思わない。嫌ではないという、ね、嫌ではない。俺だから香りの友達が集まるとことか行ったことない。なんでどっか迎えに来てよみたいなのないの。やだよ。なんかやだよ。いいじゃんそれは。あ、こういう友達がいるんだ。面白いよそれはそれで。いや、普段とは全然違う。何喋っていいか分かんない。でもそれ知っといた方が家庭でも、うん、奥さんがこの間のあの友達がこの間こんなことあってねとか喋れるじゃないですか、うん、あ、あの子なとか共通の話題が増えるから行った方がよくない。いや俺一回も行ったことない。一回も紹介してもらったことない。そうなんですか。友達とどっかご飯行くとか、何人か集まるとか、うん、はいはい、東京に来てる友達とみたいな言ったりして行ったりするんだよ、うん、俺もう行ったことない。お家に来たりとかはありますよね、俺がいない時。え、マジですか。そうなんですね。なんで来たこと一回だけあったかな。俺部屋から出なかったもん。なんでだよ。なんでだよ。恥ずかしいですか。恥ずかしい。出てくれた方が奥さんというか女性陣嬉しいよね。そうですね、私のパートナー、うん、紹介したいね。
と思いますけど。だって俺もだからうちにも来たことがあるんですよ。その連中がね、はいはい、同期会だっつって、はい、6人7人来た時も、うん、俺ずーっと料理作ってるだけだ。料理作って出して、シーフードで料理作って出して、俺ちょっとキッチンって飲みながら料理作って出しての繰り返し。クッキングパパじゃん。めっちゃいい。本当ずーっとそれやっちゃうもん。4、5時間。中には入らないんですか？中にたまにこう行ってどうみたいな話で、K も食べたらちょっと言われて食ってるから、分かった、それぐらい。俺また向こう帰って、ちょっと飲んで作りだからな。真ん中空いて、じゃあ何の話してんの、一緒に飲んでいいとか言わないんだ。特別、そんなこと言ったらまた、なんか変な話にもなっても嫌でしょ。変な話って何になるんだろう。どうだったんですか若い頃はとかって言われても、うん、なんかそんな自慢話特別ねえし。いやでもなんかせっかく俺逆の立場だったら、うん、今どういうなんか盛り上がってるのとか、うん、彼女のそういうの聞きたいけどね。でその彼女と二人でいる時に彼女が絶対言うじゃん、うん、この間のあの子が彼氏と今喧嘩してんだけどとかいう、うん、話す内容がテーマが増えるからいいじゃないと思うけど。小沢すごいな。だから妻のお姉ちゃんとかね、うん、家泊まりに行ったりするんだよ。家族が。そう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 、はい、でそれは全然喋るのよ、うん、それ身内っていう感覚があるから。でその友達とか来られてもどうしようもないし。でも向こうも俺がリビングにいたら喋りづらいだろう。それはありますよ。あるの。やっぱり女友達といる時に、うん、なんか旦那さん呼んでいいとか彼氏呼んでいいみたいな子いるんですよ多分、うん。なんか一時ワイワイやんのはいいんですよ、うん、ずーっと居座られると、いやお前いるとできない話もあんだよなみたいな。そうだな。それもあるわ。いや、まあ、気を使うじゃないですか、うん、で話題の中心がもうその男性になる、うんうん、話打ってあげなきゃってなっちゃうじゃないですか、うん、そしたら違う話で盛り上がりたいんだよなみたいな。池田さん俺に言ってるよね。そうだね、完全だから、パートナーができたら、うん、それはそこそこにした方がいい。行かないようにしよう。呼ばれたらいいんでしょ。呼ばれたら行かなきゃ。山田さんみたいなパターンはいいと。そうそうそう、俺呼ばれたら行くみたいな。何時以降行くねみたいなこと言う。呼んでいいね、今旦那呼んでいいとか言われて、やめてよとは言えないですよ。絶対言えない。言えないから、いいよって言って。本当はやだよ。一時いやいや言うのはいいんですよ。でも旦那来たら払ってくれるよ。ああ確かに、ね、確かによ。ずっとイスラムは勘弁。西野が呼ばれづらくなるのよ。え、ああ確かに。で西野さ、山さんついてくるから。西野呼んだら、あ、ジジイ君だ。かわいそう。かわいそう。かわいそうな感じ。ジジイ君って言われてんのよ。え、西野も呼ぼうよみたいな。え、ダメダメ。西野呼んだらジジイ君だ。ジジイ来たら話せないじゃん。かわいそう。言われてるんだけど。赤いだるま来るよって。もう赤いだるまで言っちゃう。浸透してるんですね。スクラップみたいに赤いのあげてるのってやだよ。終わり頃に呼ぼうよって、お金払ってもらおうよってなるよ。だから本当に終わり頃に呼ばれるもん。そうだろ。10時以降とか言われる。若い子同士な、女子同士の話あるもんな。そうなんですよ。でも奥さん大好きなんですね、西野さん、山本さんのこと。そうそうね、呼ぶってことは、みんなに合わせたいっていう気持ちも。だからまあまあ行きますよ私は。全然偉いね。いやいやいや、でもいや可愛くももし、でもそういう、いつかそうなった場合、僕も全然行くタイプでしょ。行きます。俺と一緒だよね。はい、うん。うん。僕も全然仲間入りたいです。うん。うん、で言われるんだぜ。なんて言われるんですか。来るぞ、いつ来るぞ。自分の話しかしないやつ来るぞ。ゴゴスマ来るよ。ゴゴスマ始まるよって。ゴゴスマ来るぞ。ゴゴスマ始まっちゃう。うわ、嫌な陰口だな。ゴゴスマ終わってから来るぞ。ジャニーズモノマネジジイ来るぞ。最悪っすね。うん、でも家とかにはバンバン呼んでほしいですけどね。ああ、そうでしょ。自分のやつ見せたいですもん。それやだ。やだ。それやりだしたらもうアッコさんだよ。本当だな。本当だよ。めっちゃ気使うわ。家呼んで見せるんだから。普段見れないものじゃないですか。うん。その子たちは。でもだからちょっとでいいんで、5分ぐらいで。うん、5分ぐらいだらいいですよ。ちょっとなら。アッコさん2時間フルで見せるから。それぐらい見せたいもんね。リピートだもんね。リピート放送だね。あ、でもそっか、入りすぎちゃいけないんですね。難しいね。適度に。なんかたまたま仲良くなったら別にいいよね。はいはいはい、うん、その友達と仲良くなれば、うん、初見のところは俺も絶対行かないね、うん、じゃあカップル3カップルぐらいの6人旅行とかってしたことないの？え、旅行は
ダブルデート的なことですか。だからみんな3カップルぐらいで。ああ、それも知り合いだから。それはカップルカップルカップルだから。うん、カップルカップル。いいし、全然。うん、俺も全然そういうのはしてきたけど、したことない。あんま嫌だ、それは。それはいいよね。嫌だけど。ダブルデートも俺あんましたくないですね。え？なんか。じゃあ俺逆に一組のデートじゃ会話なくなるじゃん。え、なんでダブルデートダブルデートの方がいいじゃん。だったら友達とどっか行きたいです。カップルじゃなしに。はい。え、カップルだったら2人だけで行きたい。2人だけで行きたいですね。会話なくなるよ、2人だけだと。旅行と、旅行とかデートだったら。なんか大人数でどっか行くってなるんだったら、うん、なんか3組とかで行くのちょっと嫌ですね。いや、初見じゃないよ。初見じゃなくても、なんか。え、じゃあ、可愛いカップルね、はい、もし。で、小沢カップル。はい。で、加藤夫妻だったら、3組だったら、それいいよ、それいいよ。いや、それいいよ、それいいよ。そこまでのプライベートの付き合いがないから2人っていじられるのが嫌なんでしょ。えいじられるのが見せるのが嫌なんでしょ。見せるのは全然いいよって、うん、全然見せてもらえる2人のイチャイチャしてるところを見せるのが恥ずかしい、うん、あ、それは全然ない。 あ、でも俺それかもしれないです。結構多分甘えるタイプ、甘えるタイプって。イチャイチャすんの人前で。イチャイチャしないですけど、その、なんだ、言葉遣いが変わるんだ。言葉遣いが変わるんだ。違うんですけど、なるほど。なんかその、二人だけの、なんかあるじゃないですか、そういう。ああ、言い回し的なやつとか。それを、周りにバレるのはちょっと嫌なんですよ。いいじゃん。それ、呼び名とか呼び名ぐらいはいいんですけど、なんかその、ちょっとこうくっついたりとかするのを周りに見られるのが嫌なんですよね、うんうん、くっつかなきゃいいじゃん、そういう時、うんうん、で2人になったらくっつけばいい、うんうんうん、いその我慢できないじゃないですか。ちょっと長時間できる、長時間できる、いやいや長時間だと部屋入ってからやれるんだもん。泊まりってのはみんなで泊まりってなったら、おい、ゴゴスマジジイ我慢しろジジイ、ゴゴスマジジイ、部屋は別だよ。ああ、だよ。大部屋じゃないのよ。なんで6人で大部屋なのかと思ったんです。でも部屋別で。部屋別よ。だから、1個の大きなコテージみたいなの借りて、各部屋はあるけど、下のリビングではみんな一緒になるけど、っていう。ああ、うん。まあ、ホテルでバラバラの部屋でそうですね。うん、いや、どうぞ。飯はこうぜ、つって。何、みんなで集合って。で、飯の時のそのなんか会話とかも、ちょっと気使っちゃいますね。それも、君、あんしてもらってるな。甘えん坊だ。してもらってる。え、だから、まあ、気心知れてればいいでしょ。うん、そうですね。だからそ、デートじゃなきゃいいです。共通の友達みんなでわーって旅行とかっていいんですけど、なんかその、3組のカップルでデートっていうのが、なんか気使うんですよね。あと、負けたくないっていう感覚も出てきて。負けたくない何の勝ち負け、恋愛に勝ち負けなんかねえんだよ。他の2組に何勝ち負けって何でつくの。こっちのカップルが一番充実してるとか。そう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 。イチャイチャ度、イチャイチャ度とかラブラブ度とか。誰も見てるんだよ。ゴゴスマジジイ。ゴゴスマジジイやめてください。イチャイチャ度でって親密度。こっちのカップルはこういうやり取りができるのに、あれ俺たちって意外とできないんだとか。なるほど。見ちゃう。ああ、わかるわかる。なんかわかってきたわかってきた。例えば、はい、なんかパッて、その友達の男の子が、うん、なんかポンってなんか落として、うん、で、パートナーの方がパッてふ黙って拭いてあげたりするみたいな、うん、お、すごいな、この奥さんっていうか、この彼女と思うわけでしょ。そうです。でも、うん、あ、自分の、パートナーはそれできないんだとか、うん、試してない、うん、もう口からこぼれてあの T シャツにいっぱいついてるのに何にもしなかったりとかね。それはもう嫌だ。それは病気なんですけど。口からこぼし出したら男友達がまず止めるし。そうか。いやでもそういうことです。だ、気の利く女性っているよね。なんか、うん、そこまで別に気にしなくていいのに、うん、周りの子たちができてんのに、うん、それ言っちゃうタイプ。あの子できてたのなんで君やってくれなかったの。言えないから余計なんか我慢しちゃって、まあ、言わない方がいいから楽しめなくなっちゃった。違う。なあ、比べられるの嫌だもんね。だから比べるからいい。でも自分のパートナーがね、そう、サーブしようと思って、はい、みんなに取り分けようと思って、うん、サラダとかぐっちゃぐちゃにしてたら、うん、でも逆にそれが可愛いです。やろうとして失敗する方がいいんですけど、何にもやらなかったりすると、いや、うん、お前なんでやんないんだ、ぐっちゃぐちゃにしてんだよ。もうぐちゃぐちゃだよ、もう手を抜いちゃって。なんかそれはしてないけど、それは注意できるじゃないですか。それをなんかフォークとスプーンでやるあのサーブあるから、トングじゃなくて、はいはい、フォークとスプーンを片手に持ってこう掴む、はいはい、うまく掴む人いるじゃん。おしゃれなやつ、はい、あれもぐちゃぐちゃだって。それぐらいまでぐちゃぐちゃだったら、
言いますよ、そんな。いや、普段それや、そんなことやってないから、あ、なるほど、無理すんなよっては言いますけど、無理なんかしてないじゃんって、私いつもやってるんだ。もう帰って、もう帰ってこれ。それはもう、それはもう一生旅行行かなくなりますね。なんか気、そう、気使っちゃいますね。自分もです。見ちゃうんだな。男の方が、なんかこう、パッと手差し出したりすると、俺もやんなきゃと思って。なるほどね。彼女に、やったこともないのに、なんか変なところで手貸しちゃう。多分普段やらないことを比べちゃうんだな。比べちゃうとなんかそう楽しめないんで。だから親密だったらいいでしょ、昔から知ってれば。とかそれこそお互い家族がもうできちゃって、お互い子供とかいてだったらいいんですけど、カップル同士はちょっと嫌ですね。あ、じゃあいろいろだね。全然違うね。違うもんだわ。大谷は。私は大人数がそもそも苦手なので1対1がいいです。もう通称、はい、なんか友達とカフェ行く時とかも1対1がよくって。いや、あなた本当は大勢が好きな人だと思う。え、そうなんですかね。あれ、どういうことですか。寂しがり屋。そう。なんで、何をしてるんですか。私のスピリチュアルですか。本当は大勢が好きな人ほど1人がいい、1人がいいっていうのよ。で、大勢になった時に嫌な思いするのを怖がってるだけなの。僕それでした。せ、先生、あ、それ聞かせてください。嫌な思いするのを怖がってるから1人がいいって自分に言い聞かせてるだけなのよ。先に予防線を張っているから。そうだ、そうそうそう、そうかもしれない。だって人と関わるってやっぱり嫌なこともありますよ、はい、でも楽しいこともあるわけよ。これだから嫌なことも楽しいことも両方あるんだけど、嫌なことばっかり考えちゃうから一、うん、人がいいって、一人っていいことも嫌なこともそんなないから、はいはいはい、平坦だから。いや、そうなんです、それは本当にあります、うん、で、あなたは本当は人と交わりたい。占い、もっと いろんなとこ行きたいんでしょ。カウンセリング。え、じゃあ、うん、もっと関わりたいって思うにはどうすればいいですか。私は嫌なことを受け入れる、そう、ね、受け入れる、うん、何回も失敗することで、うん、2人目の先生登場。もう一人もう一人でも何回も失敗するから、うん、大したことねえな、余裕だなって思えるようになるんですよね、うん、でも確かにその失敗恐れてるとどんどんできなくなってきますよね、うん、ちょっと先生お願いします。3人目登場。これ僕の経験話なんですけど、はい、僕も人見知り人見知りって言ってて、うんうんうん、本当は人大好きなのに、うん、嫌われんのが嫌いだからあんま、うん、先に人見知りって言って、だから話しかけないでって。そう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 、怖いんだよな。怖いんですよ、うん、でも加藤さんが今言ったみたいに、ある人にお前は人見知りじゃなくて、うん、人怖がってるだけだから。おー、すごいね。4人目の先生、意外と人怖くないぞって言われて、うん、で確かに人見知りしてて喋らないで、あ、嫌われてんだって思われるより、喋、うん、っちゃって嫌われる方が気持ちいいなと思ってそこから帰りました。おー、そりゃそうだわ。素晴らしい。そこから そこでしょ。今の河合先生の言ったこと聞いてどうですか。そうですね、いや、それもあるんですけど、うん、はい、なんか盛り上がれないんですよ、私。盛り上がったことがでも恥をかくかもしれないけどでしょ、頭の上に鳥の糞がかかる可能性がある。盛り上がることをやったことがないからだ。あ、そうかな。鳥の糞が駅でかかって、公園だっけ、どこだっけ。駅ですね。駅でかかってもう泣きじゃくっちゃって恥ずかしくて、うん、もう収拾つかなくなったって言うんだから、うん、要するに運がいいってことだね。人からどう見られるかを意識しすぎなんです。先生、いや、本当にそうなんですよ。だから盛り上がってる自分を見られるのが恥ずかしいとか、どう思われるかなっていうのが先に来ちゃって。おー、新しい先生ですか。はい、あ、どうも、はい、気にしすぎなんですよ。そんなに他人って意外と何も自分、あの、自分のこと考えてないですよ。そうですよね。そんなに意識してないですから。髪、前髪切りすぎたことみんな気づいてないよ。そうですよね。結構自意識過剰かも。一瞬なんかすごいなとか思っても、うん、もう次の瞬間忘れてますから。そうか、はい、だってコンサートやってんだから盛り上がることなんてできてるじゃん。そうでしょ。なんかモードが入れば盛り上がるの好きだからやってんでしょ。コンサートなんかなければいいのにと思ってます？いや、思ってないね、それは。思ってないでしょ。けど、まあ、そうだな、そうですね。こうなったらもう最終先生呼ぶしかない。最終先生お願いします。団体スポーツはお好きですか？個人スポーツが違うタイプ。あの先生、違うタイプの先生来た。どちらがお好きですか？え、私、団体はあんまりやっぱ好きじゃないです。ああ、だけど団体スポーツをやった時に、自分が活躍しなくても勝てる試合っていうのはありますよね。自分がその日は活躍しなくても勝てる、うん、そういう風に思ったらいいんじゃないですか。なんだそれ、うん、まとめ山さん団体スポーツ好きじゃないという団体スポーツが落ちたしたからちょっと先輩だからあんま言いたくないですけど、めっちゃ下手です。申し訳ない。どういうことですかそれ。下手さで下手さで打ってますから、うん、
今いいこと言おうとしてまとめがすごい下手さで売ってます、ね、急に着地しましたね、うんうん、悪い先生呼びましたね小沢さん最後の先生絶対嫌いじゃないんだ確かに嫌いじゃないですかね絶対嫌いじゃないアイドルとかグループ活動してる人が俺一人好きなんだよとか言ってあいるよねたまに言う人絶対嘘って思いますよ、うん、そうだよな一人好きな人は多分一人好きってわざわざ言わないの、うん、おっしゃる通り、うん、川合先生おっしゃる通りですよね、はい、だってそれが普通だから言わない言う必要がないからだってねあなたね池田さんとご飯行って楽しかった楽しかったですよほらもう、ね、今までずっと池田さんと行くんですかみたいなこと言ってたのに楽しかったでしょ楽しかったです、うんうん、じゃあ明日、明日、はい、最初に会った人におはようって言ってみよう普通に言いますよね朝起きて街出た時に見知らぬ近所の人かもしれない見知らぬ人おはようございます最初に会って、うん、いや やってみよう窓開けて朝起きたら窓開けてみんな大好きだよ最悪何が最悪素晴らしいことじゃない愛がある人まず自分が人を愛するとこから始めましょう、うん、愛されるのを待つんじゃなくて愛するとかなるほど、うん、はいでもそれはやりたくないかもどうですか窓開けて大好きだよはなんか違う案ないですか、ね、あでも芸能界の人結構みんなやってるよみんなやってるよやばいやばい人いるよそこで解放して解放して仕事に仕事に行くねスタジオでいきなり喋っても声が喉が開かないじゃん、うん、まずみんな街に愛してるんで喉開けるんだよね怖い怖い怖い基本的にじゃあ明日撮影なので、はい、撮影現場入っておはようございますまだでもまだ神奈川もっともっともっとみんな、うん、言ってごらんもっと皆さん元気に今日参りましょうやばい面倒くさいやでもさあ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 皆さん本日元気に参りましょうなんか面倒くさい何から撮りますかどうしちゃったのかと思われますよそんなのでも朝からそのテンションで入ってくる柳沢慎吾さんとかもいるからすごいですよねそれはすごいやでも一回そういう赤っ端書いてみればいいんだよ確かにかっぱしね、うん、どうしたのって、うん、どうしたの大谷って、うん、どうしたのミリニアってみんなに言われるような赤っ端を書いてみればいいんだようんで聞かれたらいいか言っとらやりたくない言っとらえ皆さんおはようございます今日も一日、うんうん皆さんおはようございます今日も一日頑張りましょうほら無理してるじゃん無理してるじゃん無理じゃん無理から始めるやだやだ無理無理結構元気になった今ねなんか元気になったし、ね、ちょっとなんか身長伸びたんじゃない伸びてない大きくなった気がするあそうやっぱそういう効果もあるんですね私孤独でいいややっぱりやっぱ孤独にはさせたくな い。マジでか。もうしょうがない。また来年話しよう。はい、来年の今日話しよう。また教えてください。すいません、本当に。それじゃあ一曲聞きましょう。はい、それでは聞いてください。ABCG で上出来。極楽とんぼ加藤浩次です。MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってまーす。それではメール紹介しまーす。神奈川県はラジオネーム、秋。あっぱれテレビの皆さんこんばんは。こんばんは。先週、山本さんの奥様が朝の情報番組に出ていて、健康診断が E 判定で心配していました。奥様が健康を気にしてドーナツを隠したら激怒したと聞きました。あまりに怒るのでドーナツを出したそうです。健康を気遣う西野さんを助けるためにぜひ加藤さん怒ってください、うん、まあ健康診断で E 判定で心配していた、うん、これまあそうですね西野さんが、で健康を気にしてドーナツを隠したら激怒したと聞きましたこれもその通りですね、はい、なんかそういうのがありました加藤さん激怒するのがわからんわな、まあまあいやこれはねドーナツを持って帰るって俺は私が言ったんです毎日ですかで一緒に食べるんだったら持って帰るけど、うん、もし食べさせてもらえないんだったら俺もう車で1個だけ食って帰るよって言ったらいやいや大丈夫大丈夫一緒に食べようっつって持って帰ったところを、はい、ポンと置いてトイレに行ってる間にドーナツを隠されたんですよあでもだから食べさせたくなかったんですねそう健康のためにねそれで激まあまあ激怒風になったっどれぐらいの怒りだったんですかまあ、どこ行ったんだよドーナツ激怒怖いよなんかそういうのがあったっていう話があった SNS で何回かそういうの出てますよねなんかそうなのいややるたんびに言うたんびにパンとか隠されるそうそうパンも隠されるんですねだからまあそういうのがあったでもそれはあとはだから加藤さん怒ってください
って言うんですけど、まあそれはね加藤さんが別に怒ることでもないですもんね。もう別れた方がいいな。いや1年まだ1年もう1年だからいいんじゃないかな。もううまくいってない証拠さ。そんなドーナツ隠すことぐらい許してあげないで。いやいやこれも激怒風ですからこっちもね一個。本当には怒ってない。当たり前でしょそら。いや俺はもう本当に別れんだったら早いうちのがいい。あすごい進めてる、うん、すごい進めてる。結婚式前に結婚式前に別れる2週間後きついなそれ2週間後なんですよ。切なすぎる。12月の5日なんですよね。式の前に俺はもう別れた方がいいと思う。うんまあねちょっと遅かったですね。もう用意しちゃったんで用意しちゃったんで、だってしょうがないじゃん。それができないんだったらもう本当に別れた方がいいってことだよ。我慢ができないってことはそうです。だって西野は長生きしてほしいっていう本当に純粋な気持ち、純粋な気持ちの西野に対して、それはな健康診断が D 判定で悪いで心配してる奥さんに対してドーナツ隠して怒るっていうのはやっぱりもうそれはあの長生きしてほしいって思ってもらってて、しかもそんな若い奥さんもらったんだったらそれはもう食い物も考えなきゃいけないし、うん、生活習慣を変えなきゃいけないですよ、うんうん、そうですよ、うんうん、それで変えないでドーナツ、うん、お前隠されただけで怒ってたら、うん、まあそれは怒ってたらって言ってもで生活習慣を変えるのか、うん、離婚するのか二択確かにどっちか二択、うん、二択ですよ。もうこうなったらじゃあもう買いますか。はいはい買います。何から買えるの。はい何から買えるの。もうドーナツ屋には行かない。ドーナツ屋には行かない。ドーナツ屋は金輪際行かない。ドーナツ絶対もう食べない食べない。朝起きたら窓開けてドーナツ嫌いだって叫ぶ。ああ言う毎朝言うドーナツだって大嫌いだっつってあのストーリーにあげる。お前バンクーバーでドーナツ食いてって言ったら言ってねえだろ。言ってたろお前。あれやばい。あそんなに言ってたろ。市場みたいなとこ行った時にいろんなとこでご飯食べたりとかして、はい、俺やっぱり最初に会った店のドーナツ食ってんじゃない。ドーナツ大好きなんだ。食べた後にそうよ。そんなにドーナツ好きなんだ。ドーナツめっちゃ好きなんだ。ドーナツいらねえだろうと思ってたんだけど、うん、アメリカの子供みたい。そう結局あれカナトがお前だけ買ってこいっつって俺だけ買いに行かせたの。で食べたじゃあ言ったんだね。ん？言ったんですね。でもこれもうそれ今日の話じゃないから。今日一回。バンクーバーで食い出してたんだよ。どうなんですよ。あれ？もう買って。食べちゃダメ。よく並ぶね。よく並ぶドーナツ屋だって言われたから余計欲しくなった。普段行けないんですもんね。そうそうバンクーバーのドーナツって普段行けないでしょ。美味しかったんですか？美味しかったね。ドーナツ好きなの。離婚だよ。ドーナツ食ったら？ドーナツ食ったら。ドーナツ離婚？ドーナツ離婚。ドーナツ化現象みたいな。離婚だよ。まあドーナツね。今後ね。今後もう気をつけます。気をつけます。はい、気をつけます。何まとめようとしてんだよ。食べないとは言わないですね。うん。食べないです。お。え、ドーナツ一生食わない？一生かどうかわかんない。ダメだよ、ドーナツ一生食わないか離婚かだよ。いや、まあ、じゃあ、向こう10年はどうですか。すごい。でも、向こう10年でも西野まだ34だぜ。うわぁ。でも逆に迷うっすね、ドーナツ食べないから。うわぁってね、うわぁってね。大谷さん、何ですか、うわぁって。いや、でもそこで女性としては、な嫁と一緒にいられるなら一生ドーナツ食わないよう言ってほしかった、ね。いや、一生。そう。うん、って思う。ね、そう、うん、そこ迷うんですよね食べない、うん、10年でいいって。いやいらないって言ってんでしょ。ホントにあなたは65になって、10年後で歯が上がってもいいって言うのはいいですよ。歯が全部ないから西野はまだ34ですよ。その時はね。そうですよ、うん、なんでじゃあそしたらもっと長生きしないと、うん、10年じゃないでしょ一生でしょ、うん、だ分かったっつってんだよ。怒ってる怒ってるよ反抗期分かった食べないっつってんだよ一生よ分かってるよもう食べない嫌いな食べ物のところにドーナツって書くでしょ。あもうじゃあ本当に食べないプロフィールに。でもケータリングでドーナツ用意されてることたまにありますよね。あら、うん、どうするんですか。いやもう食べないって決めたんだ嫌いだなーって言うもん。そのバンクーバーでしたっけバンクーバーのドーナツ屋さんが日本初上陸って、うん、うわー並ぶだけ並ぶ。いやなんでですか。面白かったろよあれで自分のバンクちゃんどうするんだよ。え譲る譲り続ける。何のために譲り続ける。あえて厳しい状況に置いてる自分の好きなんですね。だからそうなんだ。もうだから長生きしてほしいって西野の気持ちをね、はい、確かに大事にしてやってくださいよ。わかりました、はい、お願いしますよ、はいはい、でバンクーバーね
そうなのよ。で、マクセラに会いに来たの。そうなの、そうなの。ロケです。ロケ。光浦がバンクーバーで暮らしてるでしょ。で、光浦の暮らしを見て、で、光浦がどんな感じなのかなつって会いに来たのよ。楽しそうだったな。楽しそうだったわ。あいつ本当になんか若返ってたんだよ顔も。変わってないのよ。光浦絶対口調から何から。空気感があるんですね。その街の。うん、やってるみたいね。楽しそうにやってましたよ。じゃあやっぱ寒いですか。寒い。で8度ぐらいかな。でも、まあ、冬だね、ダウンいるぐらいな感じ、でもなんか半端で来たんですよ山本。8度だっつって気温とか調べないですか。いや半端ぐらいだいたいまあ一桁、あの最低気温が2度から3度ぐらいで上が11度ぐらいあるみたいな、なんとなく見たの、で見たから10度ぐらいあるんだったらまあパーカーだけ着てれば下は少々寒くて短パンでもいけっかなっつって、まあでも着替えれたら着替えれるしなーって空港降りたらそのまんまもロケだったんで、もう短パンでそのまま出ちゃう。寒そう。そうでもね、あの行けました。いや行けなかったよ途中でなんか変なレギンスみたいな中に中にスパッツみたいなスパッツみたいな、はいはいはい、スパッツ開けてしまった。寒かったんだ。耐えられなかった。だから内容についてはね、だから1月のオンエアなんで、あのそれを見ていただければと思うんですけど、でも記事とかで読んだら、そのロケのじゃなくて三浦さんのなんかの記事読んだら、あっち行って友達いっぱいできてすごい性格明るくなったって。いやいや本当そう、友達いっぱいできたんでしょ。なんかね、友達のお子さん集めて手芸教室やってたり、すごい、そう、楽しそうにやってたよ。優しい人だからね、いいですね。詳しい情報はね、あの BS のね極楽旅っていうの、ね、1月放送なんで、ちょっと先なんだよね。そう1月になるな、8日から、ね、あれでカナダ行ったんですか。そうすごいっすね。まあ1ヶ月分、まあ4週分ね、来年の楽しみで、お土産山本買ってた。あ、お土産、はい、何で持ってきてないの。慌てて取りに行ってる。今日はパッパンじゃないんですね。今日ちゃんと日本で長ズボンで、はい、バンクーバーで半ズボン。間違ってる。今日しっかり手に入れ、機内を考えてたんだと思うよ。あ、機内楽じゃん、はいはい、確かに。うん、機内暑いですもんね。そう、暖房が、はいはい、お土産を、うん、お土産をね、一応山本さん何を。私は、はい、まあ一応ここカナダ、カナダバンクーバーっていうことなんで、なんかもうまあそれは黒がかっこいい、バンクーバーって書いてあるじゃん。そうです、ね、バンクーバーってちゃんと書いてあるし、まあこういうお、あ、なんていうの、ニット帽、ニット帽と手袋、ニット帽と手袋ですかね。メープルのこれをメープル色のをワンセット、あと白のワンセット、ツーセット。おお、かわいい。かわいい、めちゃめちゃかわいい。マークかわいいですね。はい、カナダのマーク。そうそう、カナダのマーク。国旗の。かわいい。うん。まだちょっとね、だから女性に合うんじゃないかな。うん、かわいい。ちょっと男性風の手入れてみる。多分ね、かわいいですね。ミトンの手袋だよね。うん。ミトンだね。ミトン。あ、ミトンね。ちょっと女性用かな。似合う。手編みのね。これでまたほら、大谷さんが手通したから、プレミアもついちゃった。かわいい。あ、うん、嬉しいね。そうそう、だからこれが、だからニット帽と手袋のワンセット。うん、まあこれ、あの、4人にしてバラバラにしてもいいですけど、まあ、ワンセットの練習。セットでつけた方がかわいいです。かわいい。はいはいはい。白とこれ何色？白と、ボルドー、ボルドー。ボルドー。ボルドーですかね。ブドウの色というか。ワインレッドです。ワイン、いい、いい色ですね。え、かわいい。この2セット私は。素晴らしい。で、加藤さんはかぶったな。え？かぶせてください。何やってんすか、コンビなんだから話し合ってくださいよ。かぶっちゃったよ。何かぶってんすか。同じ袋だ。困りますでしょ。同じ袋だ。お前やっぱり寒いから。確かにバンクーバーって書いてあるけど、同じ袋。結局手袋かぶっちゃった。え、あら、手袋。やっぱでも、やっぱ寒いからそっちに。そう。だから日本もこれから寒くなるでしょ。そしたらリスナーの皆さんも温まるために、手袋が俺もいいなと思っちゃって。かぶっちゃったよ。俺も手袋。まあでも手袋は。俺も手袋。違うよ。気持ち悪い。丁寧な振り。笑いの。加藤さん、これ、手で、手です。怖いよ。
だよ。あったかいんだよ。絶対あったかくないでしょ、これ。説明が難しい、手袋。なんでですよ。すごいあったかいんだよ、これ。怖え、うん、気持ち悪い。演奏起こしてるみたいな。ちょっと自分の手が大きくなってる。色が上がった。説明しますと、人間の手を完全に再現した巨大な人間の手だね。うん、の手袋。これゴム手袋ですか、うん、あそういうゴムなのかな、用途がよくある、うん、手の中もうあの手の中の手がもう汗かいてるから、もう熱い、もう熱い、もう発汗してんだ、うん、でもなんかこうお風呂掃除の洗剤肌弱い人とかにはいやいやこれだから寒い時にロチシアじゃないの、これデートとかでつけてほしい、ね、デートやだデートやばいね。手つないで抜けたら面白い。あまるで。なんかデカさがなんか怖い。うん。これをこう、それを上着で隠しちゃえば。ほら、なんか、うん、ちょっとでかい。でかい。なんかわかんないかも言われないと。そう、言われないと本当にわかんない。なんか手がふやけた、手が巨大にふやけてしまった人間みたいな。早上がっちゃった。それわかんない。それぐらいの動きだったらわかんない。一瞬わかんない。手袋履いてないように見える手袋ですよ、うん、確かに、うん、っていうか同じ袋じゃないですか、うん、品揃えすごいすごいですね、なんでこんな振り幅か、かわいいやつ、見とけからおしゃれなやつから、うん、俺絶対政治家とかこれつけたらいいと思う、うん、私は今からオーバーアクションオーバーアクションに見えるからインパクトがあります、ね、うん、そうこれすごい、なんかこの手の指紋というかそのね、うん、シワもリアルですね、うん、リアル、これ1名の方だね、1名だね、ほらもう熱くなってもう右用左用じゃないもんね、1名ね、1名の方に手相とかもなんか手相もあるじゃん、手のなんだろう、手のひらのシワまで再現される、結構作るのこれ難しいと思いますよ、うん、作ってみたくなってる、結構したよ、作ってみたくなった、再現力すごいですよこれ、結構誰の手なのかが分かんない、だから SFX とかそういうのが発達してるからですかね、うん、そうね、特殊メイクというか、うん、面白い、あんま日本で見ないでしょ、見ないです、見ないです、だからこれ買ってきましたよ、日本人サイズじゃないし、ね、でかい、これ自分で払いましたしね、これね、うん、で番組内でもこれちょっと使ったんで、そうなんですか、そうなんですね、何分ぐらいで途中はめてるシーンが僕あるんでやだやだ、誰か探してもらいたいと思いますけど、じゃあこれ山本さんの2セットと僕の1セット、はい、皆さん、後で応募方法は、お知らせしますので、うん、楽しみにしてください、はい、じゃあ続いて神奈川県ラジオネームあっこ、ヤルドの皆さんこんばんは、こんばんは、来週月曜日は ABCD とイコールラブが歌番組で共演します、そうなんですよ、あそうだそうだ、そうカウントダウン TV、カウントダウン TV、ふみとくんとミリニャは本職アイドルの現場でグループと一緒にいるときにお互い会うのは気恥ずかしいんではないですか、ラジオを聞いていたリスナーだけに分かるサイン、ぜひ期待しています、一緒になるかでも分かんないんですよね、まだ、あそうなんですか、あのその時間帯、時間帯が、あ時間、ね、あそっかそっか、一緒になるのかな、スペシャルでしたっけ、スペシャル、そうですよね、かぶったらどうする、うん、えどうします、ていうか楽屋に挨拶行かないの、あーメリニャーとか、いやどうなんだ、行った方がいいですか、いやいやいや違う、僕意外となんかその違うそういうとこで会うと別番組でも例えば俺フミといたら行こうと思うし、いやそれはあれじゃないですか、グループになると、そうですよね、グループになるとまた、あ違うんだ、違う可愛いフミとか出てくる、さっきのあれじゃないけど見られたくないのか、いや見られたいは見られたいんですけど、うん、見られたくない、あ恥ずかしくないですか、そのグループでみんなでこう恥ずかしい、でもまあじゃあ挨拶行かない方がいいのね、お互いなしで、いやそうね、行かない方がいいですよ、ね、でも あったら普通に、うん、あーみたいな、ミリネ行きたくないから、ね、ミリネ行きたくないよ、でもな確かに、どういうモードなの、いや変わんないですよ、変わんないですけど、うん、なんかちょっと気使っちゃいます、周りにも多分メンバーがいらっしゃる、そうですね、あーだからメンバーもラジオに来てくれたことが分かるけど、他のメンバーがなんか若いイコールラブの子が可愛そうなんだけど、え何ってなる空気があるってことか、あいやっていうより、うん、僕がミリナにあミリナって言った時に周りの子たちが、うん、なんだあいつすげえ慣れ慣れしてる、いや何別にいいじゃん、いや俺らラジオ一緒にやってるから今度みんなも来てよって言えばいいじゃん、いやーそれは恥ずかしいですね、でもなあちょっとわかるわ、俺 TBS にいた時に昔のヤンヤンガールズの女の子が、うん、加藤さんって普通にこのぐらいのテンションで来た、はい、加藤さんみたいな、周りのスタッフ、え、加藤さん誰ですか、ありますよね、
なんですかみたいな空気で、うん、焦って俺もなんか説明しちゃう、いや、うん、あの MBS の、はいはいはい、ラジオの資料のあのヤンヤンガール、ヤンヤンガール逆に怪しい説明しないといけなくなるじゃないか、そう、それはなんか変な空気になった、うん、でもただそのアイドルの可愛いで会うのは多分最初で最後なんで、え、そうか、ちゃんと認めてない、なるほど、最後か分かんないじゃん、またなるかもしれない、じゃあ、はい、あの大谷見てきた方がいいよ、うん、最後の、うん、え、楽屋最後の楽屋コンコンしに行った方がいい、うん、最後のもう河合郁人が最後のアイドルの日を見といた方がいい、うん、そうだね、それは見届けた方がいい、報告してくださいよ、たい、多分あんまりこう踊ってるとこ見たことないと思うんだけど、そうですよ、そうそう、ない、うまい踊りは、はい、あ、そうなんですか、俺はだから、あの『スッキリ』とかの時生で見てっから、そうなんですね、あの結構かっこいいと思う、でもその次の日からゴゴスマジジイになっちゃうアイドル終わったらもうゴゴスマジジイか、見たい、2つの顔持ってるってすごいことですよアイドルとゴゴスマジジイを持ってるってすごいことだよ、確かにより尊敬の気持ちが増すかもしれないです、うんうん、見なよ、だから同じ時間であればいいな、そうですね、そうですね、うん、どのタイミングなのか、うん、意外とカウントダウン TV って、うん、出る人全員には合わないんですよ、別取り替わりたちもありますし、時間帯的にこう入る順番も違ったりするので、紅白とかみたいに1個の歌番組じゃないから、で、ね、うん、同じ時間帯な気がしますけどね、嘘、もう発表されてんのかな、え、なんか同じあの枠にいたんで、あ、じゃあ一緒なのかな、でも一緒な気がします、だからファンの人とかも、うん、あっぱれ聞いてる人とかもすごい、うん、楽しみにしてる、楽しみにしてる、あ、そうそう、ファンの方はそう、ミーヤと一緒だって、俺じゃあ夜のヒットスタジオとか知らないでしょ、聞いたことだけは、うん、昔な、はい、うん、あの夜ヒット、ね、アン・ルイスさんが歌ってる時だっけ、吉川晃司さんが乱入したいな、乱入とかあるんですよね、乱入してバーってこうなんかこう寄せ合って踊ってな、みんなそばにいるから、うん、後ろで見てるよね、あれかっこよかったよね、それやる、そんなことしたら追放されますよ、いやそれは大谷はしなくていいんだよ、大谷さんに、だってフミトはどうせもうアイドル界から追放されるんだよ、もうやっちゃやっちゃ最後なんだよ、俺早めに脱退になるじゃないですかで、ラジオ聞いてるリスナーだけにしかわからないサインとして、はい、加藤さんの手袋してやろうよ、これだこれプレゼント前に手袋プレゼント前なんか今日大きく見えるって思うよ、うん、踊りが大きく見えるあの時代、うん、乱入とかあったから、全然邪魔とかじゃないのよ、ね、盛り上がってテンション上がって、うん、バーって入って吉川晃司さんが、うん、ブワー踊り出したんとか、うん、すげえかっこよかったけど、ね、かっこよかったコラボとかできたら面白かった、ね、簡単 TV 意外とコラボあるもんね、あ、ありますよね、よく見ます、あ、入っちゃダメなのちょっとパフォーマンス中に入ってはいけませんね、イコールラブが歌ってる時に、はい、もう いても立ってもいられなくなって、はい、入っちゃうのは無理、ダメなの、いや、もうイコラブファンの方が多分大激怒ですし、いや、潰す感じの前に出るとかじゃないの、あ、後ろで、うん、後ろでもパーこれはね、それかなりあのカメラが行くやつは嫌なんですよ、あ、それはね、じゃないんですよ、全然ダメですよ、生放送じゃないでしょ、生放送ですよ、あ、ちょいやっちゃえ、うん、生放送なんかむちゃくちゃの方がいいんだから、やっちゃえっていうか、テンション上がったら行くでしょ、しょうがないじゃないですか、テンション上がったらそうですね、うん、テンション上がったらしょうがない、目の前とかで見てて潰すとかじゃなくてな、上がったらやっぱ踊りたくなる、うん、そうだろ、出ちゃうよね、やっぱりその次の週に俺ゴゴスマで謝罪したくないそうか、同じ TV じゃん、同じ TV じゃん、芸術でしょ、映像も使われながら、おいしいじゃん、面白いじゃん、なんかテンション上がって思わずやっちゃったとかって面白いんだよね、かっこいいしね、見てる方ライブとか、テレビっていう世界かっこいいなと思いますよね、ああいうの見ると、で、ミリニアとなんかこう顔を寄せ合ってる、それはそういう曲じゃないんですよそういう曲じゃないダメか、何曲なの、結構ミドルバラード的な感じ で、うん、でバラードでゆっくりこうゆっくり近づいてくる、うん、コンテンポラリーってめちゃくちゃ話題になりますけどね、来たぞ、来たぞ、変わっちゃうよ、可愛い、来たぞ、見たいよあ、そう、テレビでそういうの見たいな、見たい、そうだね、うん、次の日なんか知らないけどよっつってイコールラブに可愛い入ってきたんだってみんなで喋れるような、うん、予定調和じゃないものみたいですね、うん、みたいね、テレビはそうなっていかないとダメですか、ダメなんだ、いやこれやったらどうなんだろう、じゃあちょっと期待してますね、期待してんだよね、一気にいろんな意味で人気者にはなるなるよね、水どんどん入ってきたらどうするあのお母さん乱入してます、乱入いいじゃん、いいっすね、いいじゃん、新しいキャラ、新しいキャラ、乱入キャラ、乱入エルシャさんみたいになるよ
それダメ。そうですね。でもテンション上がったらだな。テンション上がった。でもなんか一緒の場所にいたら、うん、いいですよね。なるほどね。その映ったら面白いですよね。面白いね。はい、うん、こうで、え、どうすんの？あの ABCD が歌ってる時には、そうそうそう、立ってみて座ってみてるでしょ？座ってみてるのかな？花壇、はい、みたいなのあんの？いや、ないんだけど。まあなんか次の番で歌うとかだったら多分見てます。見るかも。見るでしょ？感覚屋のテレビで見る、うんうん。どうやって見てんの？え、どうやって見？立っちゃうでしょやっぱり。そうですね。動いちゃうでしょやっぱり。うん、乗っちゃいますよね。うん、体乗っちゃうよね。うん。で、乗っちゃったらやっぱりそのまま行っちゃう可能性は。行っちゃう可能性は、まあそうですね。ゼロではない。ゼロではない。ゼロではない。お互いだからゼロではないと、うんうん。もしかしたら行っちゃうかもしれない。うん。じゃあその辺もリスナーの皆さんも楽しみにしてください。テンション上がるかどうか。はい、月曜日放送。月曜日、はい。お願いします。はい。じゃあ続いて、はい。兵庫県は鬼坂みかん。ラジオネームですね。ヤルトの皆さんこんばんは。こんばんは。私は X で、うん、オール巨人師匠のポストをよく見ている、のですが、ある日巨人師匠が新しい家族の芝刈り機くんの名前をつけないといけないんです、うん、と書かれていました。面白い。意外な一面があるのだなぁと思いました、うん、そこで質問なのですが、皆さんはペット以外の生き物ではないものに名前を付けられたことはありますかと。ペット以外、ぬいぐるみとかもありですか。まあぬいぐるみありだよ。ぬいぐるみでもあり、ぬいぐるみに僕はつけてます名前、うん、今でも、はい、今も家に何でつけてるの。ぬいぐるみが、あの僕馬顔ってすごい言われてて、うん、ファンの間でこう結構なんか馬のぬいぐるみとかを、うん、集めてて、うん、で、うん、お仕事でもらったんですよ、うん、で同じあの ふわふわで可愛い馬のぬいぐるみ、うん、抱き枕みたいな、うん、第中小であって、うん、それはあの拓也正弘慎吾って名前先輩スマップ先輩叩いたりしてるんです。叩いたりはしないもう優しい。剛と五郎もあ、五郎さんはいますね、うん、で剛さんだけちょっといないんです、はい、あ集めなきゃいけないそうだね、うん、で竹は自分の車に乗ってます、うん、あそうなんだ、はい、すげえなぬいぐるみなんですけど名前じゃ女子なんかつけてんじゃないの、うん、名前なんてつけてないな何も私も一切つけてないですね無駄なことはしないといけない無駄なことわざわざ名前つけない、はい、その帽子とか黒田さんとか呼んでないの呼ばないです、ね、呼んでないの全くないですその帽子なんか X ってつけてもともとついてたもともとついてたブランドのロゴだったっけな元ツイッターの帽子それツイッターって帽子出してんだよ違います X になって記念帽子記念帽子じゃないですつけてないもともと一切つけないつけてない本当にもうえつけないです本当に全然思い浮かばないですバスタオルに名前つけてるとかえでまあちゃんとか呼びますバスタオルちゃんとかバスタオルちゃんバスタオルちゃんとか呼びます、うん、あ物にねちゃん付けねえな、はい、名前は名前は本当にないですないねえつけます冷蔵庫とかにえつけないですよえつけますつけるでしょ大体何でつけるんですか加藤さん大原玲子とか大原玲子冷蔵庫大原冷蔵庫はじゃあ大原玲子洗濯機は洗濯機はあれだね北斗晶どういうルールそうだね。回りそうです。北斗は電子レンジとかもあるんですか。電子レンジもあるよ。なんですか。それは伊藤四郎。裏技やってくれそうですね。電子レンジ中いやけど食品にもチートにねチートにねじゃないのよつけてお座布つけてるだろ僕も全部つけてつけて全部つけてそれこそあのバイクとかにつけないですかバイクつけてね2台買ったんだえあのベスパの方なんてつけてんのハイビスカスハイビスカスちゃんと夏の花だねだからやっぱ僕は常に夏を走り切りたいっていうイメージでバイク乗ってるんで夏好きですね大きい方のバイクはこっちはだから夏であるし夏の始まり始めるぞっていう意味も込めてビギンってつけてます始めたい英語のビギンでいいねバンドじゃなくてねそれもちろんバンドじゃないですバンドじゃないビギンですバイクのビギンちゃんかっこいいっすねやっぱ名前つけるってバカだなねバカだよバカですよバカだね面白いけどね面白すぎるじゃあほとんどないっていうことですねないないっていうことですね
はい、以上でございます、はい、それでは宛先お願いします。はい、宛先はやるどアットマーク mbs1179.com までお願いします。また番組ホームページのメールフォームでも送ることができるので、そちらもご利用ください。メールを読まれた方には金の玉ステッカーと金の玉お守りをもらえるチャンスがありますので、皆様どしどし送ってください。ABCG 河合文人です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け、次期ヤンヤンガールズの座を獲得し、未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。マイスタの提供でお送りします。それでは早速今夜面接を受ける方をお呼びいたしましょう。自己紹介よろしくお願いします。はい、はじめまして、加藤面接受験生の渡辺香音です。受験生いい子、それ言った人初めて、ね、初めてですね、しっかりしてるんだね、うん、自己紹介失礼します、はい、ミス実践コンテスト2023ファイナリストの埼玉県出身、身長172センチメートル、センチメートルまで歌とアニメを見ることが好きです。今後の目標はモデルになることです。本日はよろしくお願いします。素晴らしい。自分で考えてきたんですか。はい、自分で考えてきました。なかなかね、身長でセンチメートルまで言う人いないですからね。これ受けるだろうと思ったんだろうね。あれ、そっち？じゃないね。自己紹介って思って。自己紹介でちょっと考えてきました。考えてきたでしょ。はい。170？2 あります。172センチメートルってセンチメートルまで言ったら、センチじゃなく受けるかなと思ったでしょ。思ってないな。ちゃんと伝えなきゃと思ったのな。はい、伝わればいいなと思いました。本当に？はい。本当かな、この子ちょっと。マジですか？どっちなんだろう。ウイウイシーだけじゃないですか。ウイウイシーだけなのかどっちなんだろう。緊張してんだよ。真剣だもん、ね。緊張してます。緊張してる。はい、お願いします。緊張してるから。緊張なんかしてねえな。してるよ。どう見てもしてます。めちゃめちゃ疑ってるじゃないですか。好きやらば言ってやろう。だってね、はい、尊敬する人がアンミカさんとロバート秋山。怪しいな。怪しい。そうでしょ。ここはもう狙ってる2人じゃない、完全にキャラ作ってくるタイプの、はい、しかも出演したいテレビ番組水曜日のダウンタウンですか、ね、はい、あれ TBS なので、うん、水曜日のダウンタウンは結構見てるので選びました、うん、系列局まで考えてくれてる素晴らしい人だ、すごい、もう小沢騙されちゃダメだよ本当。だから他局のフジテレビとかに行ってるのが好きな番組あるけど、これがやっぱ TBS 系列だからと思ったってこと？まあでも水曜日のダウンタウンは本当に好きで毎週見てます。しかもちゃんと喋るとき心なしかマイクに近寄って喋る。あとちゃんと目見て喋りますね。そうなんだよ。普通緊張してたら目見て喋れない。そうそう。なんで疑うのよ。微妙だな。いやいやいい子ですよ。見てください。俺特に好きなことに没頭する。やっぱ純粋だからもう夢中になっちゃうんだよね。最近だと何に没頭したの？最近は、ミスコン活動を4ヶ月間していたので、うん、ミスコン活動に没頭していました。で、うん、ミスコン活動の没頭って何やんの？ミスコン活動は毎日撮影をしたり、ミスコン活動の没頭はまでちゃんと言ってください。ミスコン失礼しました。ミスコン活動の没頭は、撮影から配信のイベントまで毎日やったので、うん、1日のほとんどを費やしていたんですけれど、丸1日24時間って言ってください。丸1日24時間費やしていたんですけれど、やっぱセンチメートルまで有効ですから。確かに、はい、ご指導ありがとうございます。 あれがちゃんと徹底されてるかを見てたんだ。そうです。あれ気づかなかった、はい、ということは、うん、あの時だけしかちゃんと徹底していなかった。そうなんですよ、名探偵だ。それ、うん、それ徹底した方がいいかもしれないね、うん、はい、確かに、うん、キャラ面白いな、うん。どんな動画を撮ってるんですか？動画 YouTube 活動もやっていて、私は学食のラーメンを全て食べきるっていう。何ラーメンですか？醤油ラーメンと味噌ラーメン、うん、塩ラーメン、油そば4種類を比べて紹介して食べるっていう動画を撮りました。それは何が面白いんですか？あの
私の大学が女子大で、うん、まだ学食を食べてない学生さんも周りに多かったので、うん、学生食堂ってちゃんと言ってください学食学生食堂イコール学生食堂今キャラを作ってくれてるから、ねはい、食堂学生食堂で、うん、ちゃんと伝えたいっていうキャラクターね学生食堂をまだ食べていない学生さんも周りに多かったので、うん、紹介したくてYouTube を撮影しました。かこれから入ってくる人もいるしね、はい、うん、反応はどうでしたか。反応は見て学生さんで見てくれる人も何人かいたので、うん、大学生ですか高校生ですか大学生の、はい、私の友人も見てくれたと報告をしてくれたので、はい、とってもやりがいを感じました。何人ぐらい見たんですかそれは。知り合いがあまりいないので 2,3 人ぐらいの2,3 人しか見てなかったの。 YouTube だから見れるでしょ他の人、ね、はい見れます。その声が来たのが 2,3 人だけで、はい、でもこれ放送きっかけですごい伸びるんじゃない。それだととってもありがたいです。わかります。これからあなたはもう全て正式名称で言わなきゃいけないキャラクターですよ。大変なことになったなと反省してますめちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん今の回収しなくていいのよ。大変なことになったなカノンちゃんのその一定の感じめちゃくちゃ面白いよ。いいよ君。いいよ。どう正式名称全部言うキャラ聞いたことないもん。もうそれね、もうすごい魅力あるよそれ。うん、どう辛い、いける。キャラ設定ありがとうございます、うん、美味しいとかもそれ言うわけでしょ。ラーメン食べて、うん、美味しいとかも美味しゅうございますって言って、ね、ああそれも必要だね、はい、絶対、うん、絶対言わないけど敬語使って、はい、うん、言ってみて。美味しゅうございます。いいじゃんお願いしますよそれは。はい、うん、アニメも好きなんだってねこれ見ると。アニメ、はい、アニメも大好きです、うん、今アニメって言っていいんですか。あれアニメーション、アニメーションも大好きです。そうでしょう、うん、何見たの最近は。最近は、うん、話題になった進撃の巨人とカイジを見ています。カイジ賭博目次録まで言われていい大丈夫賭博目次録いいよ ね、うん、正式名称です、ねえ、うん、いいのね。失礼しました。もう一度好きなアニメーションをから言ってもらっていいですか。はい、私の好きなアニメーションは進撃の巨人とカイジ賭博目次録です。うん、いいね。賭博目次録カイジだから。あ、先に先なんですか、うん、もう一回お願いします。はい、略してすいません。最近はアニメーションにハマっています。進撃の巨人や賭博目次録カイジを見ています。いいね。あんま聞いたことないもん女子の口から。すごい声が綺麗。いいよ。すごいいいじゃない。聞き取りやすいじゃん。あとは何言える？何がある？将来の夢は何になりたいの？うん、私は身長を生かしてモデルになりたいです。モデルって言ってもわからないでしょ。いろんなモデルがいるから。はい。それちゃんと言わなきゃダメなんじゃない？だって手のモデルだっているんだから、ね。いますよ。それ雑誌モデル、ショーモデルとかもいろいろいるでしょうよ。うん、私は。私でしょ。失礼しました。大変なことになりましたね、うんうん、私渡辺カノンは、はい、私渡辺カノンはファッションモデルになることを目標にしています。何のファッション。雑誌のファッションモデル、うん、週刊雑誌で月刊雑誌頭からお願いします。頭頑張ろう頑張ろう。夢ってもできるから、うん、私のモデル私の渡辺私の私渡辺カノンは何このコント私渡辺カノンはダメ。もうちゃんと最初は頭からお願いします。はい、私渡辺カノンの目標は週刊雑誌のファッションモデルになることです。週刊待って分かんない週刊雑誌じゃない週刊はない週刊じゃない。でも週刊それぐらい、それぐらい頻繁に出たい。週刊出たいんだよな。昨日食べたものは何ですか。昨日食べたものは煮込みラーメンです。ラーメン好きだね。好きだね、うん、煮込みラーメン、うん、何ですか煮込みラーメンって。煮込みラーメンはスーパーで買えて、うん、あの野菜も取れるのでバランスが良くて、スーパー失礼しました、スーパーマーケットで買えて、うんうん、あの野菜もたくさん取れるので最近は特に食べてます。お野菜、お野菜も旅行食お野菜、うんね、大変なことになっちゃった、はい、もう一度頭から言ってください。昨日何食べたんですか。昨日はスーパーマーケットで緑黄野菜がたくさん取れるため煮込みラーメンを食べました。お
すごい対応力が、うん、すごいね。すごいですね、うん、すぐできる。できるでしょ。はい、頑張ります。うん、頼むよ。なんか全然変わってたらもうびっくりするからね。次やったらね、びっくりするからね。いやでもいいよ。自分の長所を教えてください。自分の長所は身長と、あと声と、あとすいません、カラオケのオールが。自分のって言わないでもらっていいですか。私の長所は、私渡辺香音の私渡辺香音の長所は身長と声と、あと身長が何なんですか。身長とって言われても分かりませんよ。何なんですか、身長が何なんですか。身長172センチメートルなところと、そうでしょう。声、うん、声が特徴的なこと。声が特徴、どう特徴的なんですか。うん、かすれてる声。かすれてる、綺麗よ、綺麗な声だな。かすれて特徴的な声であることと、うん、カラオケでオールが得意なところです。オールナイトね。オールナイト、うん、なんで訳すの全部。オールナイトカラオケ、オールナイトカラオケが得意なところです。カラオケもなんかあったでしょ。カラオケってもう、あ、そうですね、うん、確かに。あ、カラオケーションかな。オケーション、カラオケストラ。カラオ、あ、そうだよ、カラのオケか。うん、カラオーケストラだ。うん、カラオーケストラでしょ。誰も言ってねえよ、はい、カラオーケストラボックス、うんうん、ボックスか分かんないけどね。カラオーケストラボックスの頭からお願いします。私から。大変だ、難しいね、はい、私渡辺カノンの長所は身長が172センチメートルあるところと、うん、声がかすれて特徴的なところと、うん、カラオケボックスナイト、うん、カラオケボックスオールナイトとかいろいろ合体したぞ。カラオケボックスでオールナイト過ごせる。カラオケストラボックス、カレーオーケストラボックスで、カレー屋さんに。カラオーケストラでしょ。カラオーケストラボックスでオールナイト過ごせるところです。うん、もう一回頭から。私渡辺香音の長所は、最初は落ち着いてからやってください。よく覚えるな、よく覚える、すごいな。私渡辺香音の長所を発表します。いいね、いいね、すごくいいよ。身長172センチメートルのところと、声がかすれて特徴的なところと、カラオケボックスでオールナイト過ごせるところです。でもいいじゃん、いいじゃん、すごいよ。できたでしょ。できたね、うん、ちょ疲れた、うん、1キロ走ったみたいな気持ちです。1キロメートルでしょ。1キロメートル、惜しかった、惜しかったね。1キロメートル走ったような気がしましたでしょ。例えばよかったけど、はい、私は渡辺香音だ。私渡辺香音は1キロメートル走った気持ちでいます、はい、いい子だね、すごい。ご両親いい素敵な育て方したね。育ってくださいよ。でモデルさんになって頑張って。ありがとうございます、うん、本日出演させていただき本当にありがとうございました。うん、いやもう、ね、モデルさんの試験とか勉強とかしてんの今もう。どういういやまだ、でも TGC に出る予定があるので。なんで役したの TGC って。あ、東京ガールズコレクションに出演させてる予定があるので、ぜひ皆さん見てください。あ、マジでんのか、はい、TGC に本当にすごいじゃん。配信の特典で上位にいさせてもらえたので、うん、あ、出れんだ。あ、はい、なんか前もいましたね、うん、前来てくれた人も。もう応援するよ、街長頑張ってよ。ありがとうございます、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。スピードワゴン小沢和弘です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。池田優子36。だんだんと喉の調子が戻ってまいりました。最初はここからバインさんからいただきました。野球がないから推し活の時間が増えてどんどん危ないやつになっていく自分が怖いです。池田優子サーティーシックス。野球界の推しも無事、ベイスターズに残留が決まりました、うんうん。続いて病んでる犬をいただいたごちごちさんからいただきました。おいミリニャ、はい、お前褒められるのは苦手って言ってたけど、うん、可愛いって言われると大喜びするくせに苦手って堂々とよくそんなこと言えるな。池田優子サーティーシックス。可愛いはやっぱ嬉しいんですよね。
特別なんですね。褒め言葉の中でも特別なんですね。人と交わりたいんだよ実は可愛いはコミュニケーションなんですね。なるほど、恥ずかしい。ラスト WXYG さんからいただきました。おい可愛い、はい、今度のカウントダウン TV ライブテレビで歌うのは何ヶ月ぶりなんだ。池田優子さんに歌うのはカラオケ番組とかも出てるんで結構意外と歌ってるんですけど、グループで歌うのは結構ぶりっすね。半年ぐらい、やってないかもしれない。すごい注目だ。そんな貴重な貴重な番組で乱入をしてくれるなんてありがとうございます。気分が乗ったらね、久々に踊ったらもしかしたらテンション上がっちゃうかも、はい。今夜の対象はこちらです。おいミリニャ、お前は褒められるのは苦手って言ってたけど、可愛いって言われると大喜びするくせに苦手って堂々とそんなことをよく言えるな。池田優子さんにシックス。人と交わりたいだけだったのかもしれない。可愛いって言われてどんどんそれでコミュニケーション取っていきましょうね。そうですね、そうしてみます。みんなミリニャに可愛いって言って。お待ちしてます。対象の病んでる犬をいただいたごちごちさんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。以上です。続いてはミリニャです。はい、ミリニャのささやき。あなたのミリニャです。ふみと兄さん、はい、今夜もよろしくね。お願いします。最初は地球育ちの両番さんの作品。それでは今夜も参りましょう。イコールラブ大谷エミリのあっぱれやってます。90分間ささやきボイスでやってもいいですか。次、へそウーマン米さんの作品。へそウーマン米、へそウーマン米へそウーマン米さんの作品。俺たちがつけたラジオネーム。あ、そうだね。あ、そう、そっかそっか。加藤さん、とある雑誌でふみと兄さんが加藤さんみたいな人になりたいって会うたびに思ってるって言ってましたよ。ふみと兄さんに一言どうぞ。え、雑誌で言ってたみたいです。はい、嘘はいけないよ。いや、本当に言いました本当に言いました。なんで、なんか雑誌の中で今この人が好きとか、このアーティストが好きってやつ、結構聞かれるんですよ、ある雑誌、とある雑誌で。それでこの間加藤さんの話します。マジで、はい、あとでお金やった、お金もらえる。いいのいいのに、私も言おうと、私も言おいます。次、芝浦セブンさんの作品。池田さん、推しのアイドルのために卑猥な中国語を覚えてるって本当ですか。なんか怖いです。覚えてないよ、卑猥な中国語覚えてないよ。あ、そうか、あ、なんか違いましたか。情報が違ったのかな。どこから来たのその情報ちょっとそれが怖いですねもうこの番組では言わないでくださいね。ラスト、ビリナーニャさんの作品。山本さん、結婚披露宴あっぱれ土曜日のメンバーに招待状って出しましたか。そうですね、2週間後ですよね。2週間後です。出てない、はい、グループラインでも住所聞かれてない。そうです、ま、出したり出してなかったり出し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 てなかったりラジバンダリいやいや、河合君からの今ね話があったの、ラジバンダリーがもうかすかに聞こえたからもうそこで逃げようと思ってラジバンダリーラジバンダリーですね。わかりました、ラジバンダリーでした、今夜のミリニャどうだった。今週のミリニャ大賞を発表するね。ミリナーニャさんの作品。山本さん、結婚披露宴あっぱれ土曜日のメンバーに招待状って出しましたか。いや、だから出したり出してなかったりラジバンダリラジバンダリでした。ラジバンダリの人来てんじゃないだろうね本当に本当に来てない可能性がアルバンダリラジバンダリ、お前自分のギャグみたいにすんなよああすいません、ラジバンダリから取っていきましたラジバンダリでしたね。来週のミリナーニョさんには池田さんがデザインした金の玉ステッカーを差し上げます。最後にもう一ささやき聞いてね。加藤さん、ヤフー検索で加藤浩二山本って検索すると説教って予測判断が
出てきたのは知ってますか？何それ本当に出てきました。マジで、はい、来たんですか？マジでした。面白い。佐藤浩二山本って入れたら説教、説教、定期的に説教してるからそうだ、コンビ名とかじゃない極楽トンボが出てこない、それだけ出てきました。以上です。それでは聞いてください。イコールラブでシネマ。イコールラブの大谷恵美里です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さあ、極楽とんぼさんのバンクーバー土産プレゼント応募方法、うん、教えま す, ます。山本さんが買ってきてくれたニット帽と手袋のセットを2名の方に、加藤さんが買ってきてくれたリアルゴム手袋を1名の方にプレゼントします、うん、プレゼントご希望の方はメールにバンクーバー土産プレゼントと記入の上、本文に住所、氏名、年齢、電話番号をお書きの上お送りください。宛先はヤルドアットマーク MBS1179.com です。また番組ホームページのメールフォームからも送ることができるので、そちらもご利用ください。締め切りは11月29日水曜日必着です。当選者は12月2日土曜の放送で発表します。うん、どしどしご応募ください。はい、お願いします。それでは参りましょう。新コーナー新おにぎり。新おにぎり、新おにぎりで巻きました。新ゴジラ。さあさあさあ、あ、そういうの、新おにぎりでございますね。肉巻き言ってたからね、はいはいはい、元肉巻きおにぎりカリスマ販売員の私山本が販売員の私山本が、皆さんの考える新しいおにぎりを紹介するコーナーでございます。新しいね、おにぎりそれを紹介、ね、本日はまだメールを募集していなかったので、吉本興業所属芸人犬の有馬くんのメールを紹介したいと思います。有馬さんよく出てくる、お世話になっております。犬の有馬です。新おにぎり考えました。お、その名もピーマンのおにぎり詰め。ピーマンの肉詰めの要領で、ピーマンの中にご飯を詰め、フライパンで醤油や塩コショウなどお好みの味付けで炒めて完成です。ピーマンといえば宮崎の名産肉巻きおにぎりのように大ブームを巻き起こしましょう。ということでね、このピーマンの肉詰めを提案していただいた犬の有馬くんですが、うん、一言で評価するならば、なるほど、もう一息、こういう感じで商品開発に向けていろいろ新しいおにぎり皆さんで、募集しておりますので、よろしくお願いします。ねえ、どうですかこの新おにぎり、皆さん新おにぎり、じゃあ、はい、毎回作ってきてくださいよ。あ、確かに、物がないと、事前にいただいて、コーンさんから、うん、確かにで、作って持ってきてくださいよ、新おにぎり。こういうおにぎり、そう、え確かにイメージちょっとできなかったそうですね、うん、で、俺ら食べて美味しいかどうか、俺ら食べてっていうか、山本さんが指名した人が食べなきゃいけないかどうか、でも楽しそう、評価、うん、いいですね、それ毎回毎回おにぎりよ、うん、急にやりたがってる、新コーナーですもんね、新コーナーだから、新コーナーやめたがってる、はい、始まっちゃいましたよ、毎回終わります今日で、はい、今日このコーナー終わります、ちょっと毎回作るのはちょっとあれかもしれない、いやいや、毎回作るんですよ、え毎回作るんですよ、物が見たい、評価できないですもんね、うん、はい、これおにぎりよおにぎりを作る手間を考えてしまったんですよね、手間かけないと、やっぱ手間かけないと今全然ダメですよ、うん、まあちょっとできる範囲で頑張っていきたいと、できる範囲でできる範囲でなんでこれ、また来週です。